はい、皆さんこんにちは、坂木敦でございます。まもなくね、11時になろうとしていますね。7月の6日火曜日でございました。ピンポンって今日はよくなるんですよ。一つ目はね、郵便屋さんが郵便簡易書き留めを届けて、今またピンポンになる、誰やねんと思ったら、その郵便をの送り主、持ってこいよそれやったら思うんですけど、支店長の挨拶とかって、あね、お中元、へーと思って。はい、まあいいんですけど、行きましょう。都議選がね、おととい終わって、まあ割合意外な結果になってですね、自民党と公明党で過半数というつもりがですね、取れなかったわけですね。で、都民ファーストが前線と言われていたですね、議席がですね、20議席いかないんじゃないかというふうに言われています。10議席いかないかもしれんという厳しい予想もありましたけど、なんと蓋を開けたら31ですか。いや、よう頑張らはったという感じですね。で、見えてきたのはですね、自民党危ないでということですね。いやいや、ざわざわとしてるようですよ。なんかだから、今、政権もですね、自民党内もですね、ざわざわざわと、もしかして負けるんちゃうか、みたいな。と言うてもね、勝つ政党がないんですよ。立憲民主党に支持が集まらなかったというのは、まあ、選挙の結果の通りでして、で自民党が負けてどこ勝つねんって、勝つとこあらへんやんということですね。受け皿がないということなんですけども、でも自民党の各議員さんにとってはですね、自分が落ちるの嫌ですからね。だからなんとかこう勝ちたい、特にあの当落線上にいるような方はですね、落ちるの嫌でしょ。嫌だからなんとかしたいと思うわけであって、ここで、出てきましたのがですね、要はバラマキですね。要はあのお金をばらまいたらですね、自民党の政策ええやんということになって、ほんな自民党に入れようかということになるわけですね。いろいろと話があるようですけど、下村政調会長ですね、しばらく名前聞かへんかったな、政調会長と思って。というか、コロナ対策ばっかりでね、そんな政策がなかったんですよね、もう菅政権、今年になってから。去年できた時からそうですけど、携帯電話の料金下げるとかで、まあ、余計なことせんでやねって、まあしてもええけどね、それはちゃうやろっていう話だったんですけど、で、ここに来て経済対策をしようやないかと。いや、ばらまきですね。で、下村博文さんですか、あれ、どっかの記事で読んだんですけど、ですね、経済対策を考えるんやって言って、あれ、どこで読んでるの。大谷オールスターとかですね、書いてあるけど、どっかで読んだんですよ。ザクザクやったから。とりあえず、こう、経済対策。で、その下村さんが言うてるわけでもないんでしょうけども、こう、20兆円ぐらいやらなあかんちゃうのっていう話がありますね。20兆円。去年、いや、安倍政権の去年のコロナ対策は、去年の前半からまあ後半にかけて使ったお金がですね、真水で約60兆と言われてます。60兆円お金を使ったわけですね。その一部がですね、私のところに持続化給付金でやってきたりですね、なんたら給付金の人に10万円とかってやってきたわけですね。ありがとうございましたという感じですけど、政府もたまにはええことやるやんということでしたね、去年はね。で、今年どうやらその都議選でですね、自民党は支持を得られていないんちゃうかということでですね、またあれやろうかって話だったわけですね。で、財源どないするんだったら赤字国債やん、そんなもん。もう去年1100兆円を超えたと言われてますね、政府の負債が。ええやん、そんな1200になろうとすんだもんって。で、それを財源は赤字国債でと。で、今年になってね、菅政権になってからですね、実はばらまきやってないんですよ。ほとんどというか、菅政権が決めたばらまきってないんですね、私が見てる限り。なんかせこいのはあるのかもしれませんが、そんなね、派手派手しいのはないんですね。少なくとも僕の懐にまでは回ってこないわけですけど、それをやろうかという話だったわけで、やったらええね、やったらええね、持ってったらええねと。いわゆるヘリコプターマネーですね、景気を良くするためにはですね、ヘリコプターで札束をばらまいたらええねんっていう、ことをですね、言うた人がいますよね。ベンジャミン・バーナンキ、
ベンジャミン・バーナンキという FRB の 前議長ですかね、今はパウエルさんでしょ、その前はイエレンさんでしょ、そのイエレンさんの前のですね、バーナンキやったかな、バーナンキ議長、この人 の、 ファーストネームがベンジャミンって言うんですけど、だから彼はヘリコプターベンって言われたんですね。この方がバラまけバラまけって言った。でこれがですね、今の経済学でにわかに出てきた、ね、あれですね、なんていうかな、マネーなんたらというベーシックインカム理論っていうのがあります。国民にお金配ったらええやんという話ですね。で よく似てます。どうつながってるのか知りませんけど、少なくとも私が学生の時にそんな理屈言うたらボコボコにされて、お前何をアホなこと言うてんやっつって、もう追放だったちゃうんでしょうかね。そういう理屈が今出てきてましてですね、まかれ通っております。で、赤字国債を出してですね、それをじゃあ誰が買うねんっていう話ですね。銀行が買うんですよ、銀行が。三菱とか住友とか、三井住友か、なんか、みずほとか、ああいった銀行とかね、あとは日本生命とかね、そういうとこが買うんですよ。で、それをね、日本銀行がね、お前らそれよこせっつって、強制的に買い上げるんですよ。半ば強制的にね。ほぼ強制ですけど。で結局日本銀行はこうてもと変わらへんやんとなるわけですね。これはですね、お金が足りひんから日本銀行に中央銀行にすれっていう財政ファイナンスという考えなんですけども、足りないからすったらええやんって。それをやりますとですね、本来はですね、通貨が安くなってですね、ハイパーインフレがやってくるからやったらあかんということになってるんですけど、今は平気でやってます。1100兆円のですね、国債発行残高というのがあるんですけども、その大半はですね、日銀が持ってるんですよ。600兆以上持ってるんじゃないですかね。の600兆なかったことしたらええやんと僕は思うんですけど、それはないんでしょうかね。そういう経済学はないんでしょうか。誰か言うてくれたらええと思うんですけど。だってな、政府が発行した国債を日銀が持っててですね、ほんで政府はそれに対して利息を払ってるわけですよ。政府が日銀に僕らの税金で、いらんやん、そんな払ってええやんと思うんですけどね。はい、ということで、ということでも何でもないですけど、私が見てますのは日本経済新聞の記事でしてですね、どこだったかな、あれ、出てけへん。日本経済新聞の記事で、ざわざわと自民党がざわついてですね、その経済対策やんでと言ってるんですけどね、その、これですね、自民、都議選失速で経済対策急ぐ、五輪や補修層意識、実は間に合わないんですよ。衆議院選挙は一番遅くても11月にあります。で11月までにですね、その経済対策を決めることは、スケジュール的には可能ですね。9月に国会召集されるというふうに言われています。臨時国会かな。秋の、え？あれ？通常国会でしたっけ？なんかよう分かりませんけど、とりあえず9月頃に国会が召集されて、そこで審議をするんですけど、まあ今からそれを準備するわけですね。でその20兆ばらまくとか30兆ばらまくとか、なんかあれですよね、困窮家庭に10万円配るとかいう、割とせこい策です。その困窮家庭に多分僕は入れてもらえないんでしょうね。ギリギリのとこぐらいですいつもね。だから、ね、もう入れてえなと思うんですけど、入れてもらえるや10万円もらえるんですけど、多分無理でしょうね。もらえへんやもんだろ、俺は。あかん、そんなことやらんな。一人10万円配らなあかんねん、ほんまに。アメリカはもっと景気よくね、アメリカはね、一人1400ドルかける2ですよ。ほんまに。それくらいね、2800ドルですよ。30万円強ですよ。そんな負けたらあかんやん、そんな。戦争負けてんから、せめてそこは勝たなあかん、ほんまに。ねえ、そう思うでしょ、皆さんも。もう一回10万円、少なくとも10万円配ってほしいですね。持続化給付金もやってるな、ほんまに。頼むわ、ほんまに。そんな通算官僚や計算官僚に渡すつもりあれはないんでしょうけど、そう、ああいうのは飽きませんけどね。もう一回配ってくれればね、我々潤うわけであって、それは経済対策になるんですよ、少なくとも。少なくとも不動産価格は上がりますね、それで。だから、ぜひやっていただきたいですね。またバブりますよ、本当に。去年も今頃ね、なんかバブってましたもん、なんか。今でもそれがずっと続いてるんですよ、ほんまに。
まあね、いつまでもやるっていうこともないでしょうけども、いやここはやらなあかんわほんまですとかさ。でもですね、スケジュール的には間に合わないですね。で9月の国会で決めたところでですね、政府はいつもやること遅いですから、そこで例えば仮にね10万円配るって決めた場合でも、受け取れるのは多分来年でしょう。来年でしょ、受け取れるのは来年やから、ということは投票には間に合わないですね。11月の投票には間に合わないです。間に合わせってやるのかも分かりませんけどね。あの前回よりかはスムーズやと思うんですよ。だって1回やってるからそれをもう1回やればいいだけでしょ。前回よりかはスムーズやと思いますけども、でも間に合わないでしょうね。しかしこんな見え見えの政策ですよねほんまにね。まあいいんですけど、もうねしゃあないやん、もう気にせんと行きましょうよほんまにというふうに私は思っております。一応このねあれですね、日経新聞の記事のサイトでも貼っておきます。読めたい方は読んでください。一行も読みませんでしたけど。ということでね、自民党ばらまき考えてますというお話でございました。はい、皆さんどうもありがとうございます。